はい、こんにちは。最近このチャンネルのね、いろんな動画のコメント欄とかに、プーチン影武者説とか、プーチン、替え玉説っていうのがあるんだけれど、これって本当ですか？とか、プーチン影武者いるのかどうか、ビキア先生、解説してくださいっていう、コメントがですね、よく来るので、今回は、プーチン影武者説、替え玉説について、自分なりに、考察してお話ししようと思うんですけれど、まず、前々から言ってるんですけど、プーチン、顔変わってるんですけれど、これ全部本物、同じ人だと思うんですよ。僕、結構前からプーチン大統領、プーチンウォッチャーとしてですね、顔を見てきてるんですよ。なんでかっていうと、プーチン大統領ってね、前にも話したんだけど、結構、プチ整形してるんですよ。主にヒアルロン酸とかボトックス注射とか、あとはおそらく糸リフトとかハイフとかね、高周波とかね、サーマクールとかレーザー系とかね、その程度のマイルドなプチ整形をずっと繰り返してきてると思うんですよ。で、ヒアルロン酸注射によってですね、顔が膨らんでいって、で、ボトックス注射によって、おそらく眉間とか目尻のシワに打ってると思うんですけど、顔がふっくらしたりとかして、顔つきが変わってきてるっていうのがあると思うんですよ。なので顔は変わってるんだけれど、全部僕は同じ人だと思います。いろんなですね、世界中でタブロイド紙とかゴシップ紙とかで、こうやってね、プーチンは偽物だとかね、こうやって Does Putin have a double とかね、替え玉がいるんじゃないかって、偽物がいるんじゃないかってね、ささやかれてるんだけれど、やっぱりね、僕ずっと顔を追ってきても土台は同じ人なんですよ。この鼻の根元の高さ、鼻先のこの軟骨の張り具合とか、頬骨の横幅とか、この額の形とか輪郭とか、多少体重の増減で顔がふっくらしたりとか、ヒアルロン酸注射によって顔がふっくらしたりとか、そういう変化はあるんだけど、僕はこれ全部同じ人だと思いますね。プーチン大統領ね、こうやって、もともとですね、目の下がげっそり落ちくぼんでいて、このゴルゴ線もはっきりして、頬がこけてて、若い時からなんとなくやつれた感じ、貧相な感じ、老けた感じっていうのがあったんですよね。多分本人はそれがコンプレックスで、ヒアルロン酸注射なので顔をふっくらさせて、威厳を保つ、若さを保つようにしてたと思うんですよ。っていうことなんですけれど、そもそもですね、なんでプーチン影武者説、替え玉説があるかっていうと、僕がですね、分析したところ、主にその4つの要因があるんですよ。1つは、2013年に離婚した元夫人のルドミラさん、この人の証言ですよね。この人は、ある日、プーチンがね、突然いなくなって、戻ってきた人が別人になってたとかね、そういうふうにですね、証言してるっていう、そういうのがあるんですけれど、あとは2015年の3月に、プーチンがですね、約10日間公の場から姿を消したっていうことがあったんですね。あとはプーチン大統領がですね、実際に発言してるんですけれど、私の影武者いるよってことを発言してるんですね。あとは2022年の2月7日に、フランスのマクロン大統領がプーチン大統領と首脳会談して、2年前とは同じ人とは思えなかったって発言してるんですね。主にこの4つの要因によって、プーチン影武者説、替え玉説っていうのが、今世界中でですね、結構拡散して騒がれてるんですけれど、これをね、一つ一つ解説していこうと思います。まず2013年に離婚した元夫人のユドミラさんの証言。これはですね、この夫婦はですね、結構冷め切った夫婦で、結構そのプーチンからの暴力とか暴言とかを受けていたってルドミラさんは証言しているんですね。もう非常に冷め切った夫婦で、その夫婦の役をなんか演じていたみたいなことをずっと証言しているんですけれど、で、ある日突然夫がいなくなったと。で、ルドミラさんが家に帰ると、政府の職員が何人もいて、家の中がすごく荒らされていたと。で、その職員がルドミラさんに言うには、もうこのことは絶対に話すなと。で、プーチンは一時的に姿を隠しているんだと言って、で、そうしたら、数日後にプーチンが
戻ってきたんですよね。そうしたらね、ルドミラさんが言うには、外見はそっくりだったけど別人だったって、まあ、証言したらしいんですよ。で、まあ夫は消されたんだって言ってるんですね、ルドミラさんは。だけど、まあ、今まで通り妻の役を演じるようにっていうふうに強要されたので、まあその役を演じていて、まあその後離婚したとっていうふうにですね、リュドミラさんが証言したって言われてるんですけれど、まあ、このリュドミラさんがね本当にこう証言したんだったら、リュドミラさんが、まあ、何かちょっとね話を持ってるっていう可能性もねあるかもわからないですね。これはもうはっきりわからないんですけど、あるいはそのルミラさんをそのインタビューした記者が切り取って、なおかつ持って面白く記事にしたっていう可能性もありますよね。まあ切り取ればいくらでもこういうことできるんですよ。本当はルミラさんは戻ってきた夫はいつものね今までのプーチンだったんだけれど、まるで違う人のようだったって、私は一瞬違う人だと思ったって、全く別人の人だと思ったっていうですね、その一部だけを切り取って全くの別人だったみたいな風にですね、ちょっと持ったのかもわからないし、ちょっとねこれはっきりわからないですけれど、まあ、やっぱりね僕が見る限りはプーチン大統領はですね変わってないですね。はい、まあ、もともとねプーチン大統領、まあ、さっきも話した通り昔はですねげっそり痩せこけてて、このゴルゴ線がはっきりしてて、これだけでね老けた印象、やつれた印象がすごく強かったんですよね。で、まあ最近のプーチン大統領は皆さんご存知の通り、この辺がふっくらしててね、パーンと張った感じで、あとね目の下もですねすごくクマがあったのが改善してるんです。目の下だけはひょっとしたらヒアルロン酸で膨らましたんではなくて、切開する手術をしてるかもわからないですね。ちょっとね傷跡がですねはっきり写真とか映像で見ただけではわからないんですね、まあ、実際近くに行ってね診察すればわかるんですけれど、そこまではできないんで。ということで、でそのリュドミラさんとのお二人なんですけど、確かにですね昔はですねプーチン大統領ちょっとげっそりしてて、今の顔つきとは違うんですよね。で、まあ、表情も豊かだったんですけど、まあ、表情がね最近乏しくなったのは、まあ、ある人が言うにはそのパーキンソン病を持ってて、その仮面用顔貌によって表情が乏しくなってる、まあ、そういう説を唱える人も一部いるんですけど、それはですねちょっとはっきりわからないですね。やっぱり映像写真だけでパーキンソン病をしっかりと診断するってことはねできないと思うんですよ。明らかな症状が出てればわかるんですけれど、まあこれがはっきりわからないので、まあプーチン大統領パーキンソン病だってね映像だけで診断するのって僕はちょっと無理なんじゃないかなと思います。僕は無理ですね。まあ薬でコントロールしてるのかもわからないし、あるいは症状が軽いっていう可能性もあるんですけど、明らかにその新鮮が出てるとかっていうのはないので、まあ、ちょっとはっきりわからないですね。まあ、ということでボトックスによってね眉間と目尻の筋肉の動きを止めてって、それによるものもあるかなとは思いますけど、それまではっきりわからないんですけどね、まあ、ヒアルロン酸で顔を膨らましてるのは まず間違いないかなって僕は思いますね。という感じで昔はですね、まあ、夫婦揃ってる時でも結構げっそりしてるんですよね、目の下とか。で、この写真見ても、まあやっぱり昔のプーチンの顔つきなんですよね。これもそうですよね。やっぱり昔、やっぱりげっそりしてて、なんか今よりもね、老けてやつれてるっていう感じがあるんですよ。かなり昔の写真なんですけど。で、やっぱり、最近になってくるとやっぱりこの辺がふっくらしてくるんですよね。で目の下のくぼみやクマがねかなりなくなってきて、でもうこの時なんかはもうパンパンですよね。顔がもう2人とも顔がパンパンになってきてて、ユドミラさんがヒアロン酸入れて顔が膨らんでるのかどうかはわからないんですけれど、でちなみにヒアロン酸も正しくやればピンポイントでシワだけ打てばこんな風にですね顔が全体がパンパンに膨らむっていうことはないんですけど、まあやっぱりねプーチン大統領が美容整形の主治医に対して主導権を持っちゃってると思うんですよ。
本当は美容整形って医者が主導権を持って、正しいセンスのもとにこれぐらいやって、これぐらいにしといた方がいいですよってね、ドクターストップすべきなんだけれど、たまにですね、ちょっと怖い患者さんとか、めったにいないんだけど、まあ、仮にね、プーチン大統領みたいな人が患者さんだと、もっとやれ、もっとやれって、いや、もうこれぐらいにした方がいいですよ、もうやめた方がいいですよ、これ以上やると顔がパンパンになっておかしくなっちゃいますからって、そんなことはない、このシワがまだ気になる、もっと打てって、ここにももっと打てって、患者さんが主導権持っちゃって、医者に強要するようになると、変な顔になっちゃって、で、ヒアルロン酸注射ってやるたんびにちょっとずつ膨らんでいくじゃないですか。で、年月とともに吸収されてなくなっていくんだけど、やっぱりたくさん打つとヒアルロン酸の周囲に皮膜ができて吸収されにくくなって、ある程度永久に残ったりとかするんですよ。でも患者さんの頭の中ではヒアルロン酸ってなくなるものだから、もうきっとなくなっちゃったんだって、またシワが出てくるからもっと打ってくれってね、やっぱりヒアルロン酸がなくなる恐怖から、必要ないのにもっと打て、もっと打てっておっしゃる方ね、時々いらっしゃるんですね。で、プーチンもその可能性が高いと僕は思いますね。まあ、これぐらいでやめといた方がいいですよ、これ以上やるとパンパンになっておかしくなりますからって言うと、その患者さんがね、切れちゃって、そんなことはないんで失礼なこと言うな、もっとやれって、こっちはお金払うんだって言って、しょうがなくやっちゃうってこと、僕はないんですけど、よその美容外科だと時々あるんですよね。まあ、プーチンも同じような状態になっちゃって、もっとやれって、もっとやらないとお前の命がないぞぐらい脅したっていう可能性はなくはないですよね。っていうことでして、次の話いきましょうかね。次の話だと、そうですね、2015年の3月に約10日間公の場から姿を消したってことがあったんですね。その時に結構死亡説とか重病説っていうのが流れていて、こうしたら11日後にプーチン復帰したんですよ。で、キルギスの大統領と会見したりとかして、まあ、その時にプーチンがですね、死亡説とか重病説について話したんですけど、まあ、そういうゴシップとかがないと、君たちも退屈だろうってね、まあ、ジョーク交じりに話したっていうことがあったんですよね。で、まあ、そのキルギスの、ね、大統領の会見とかの時に、なんか顔が青ざめていたっていう結構情報があるんですよ。まあこの時だと思うんですけれど、まあ、この写真だけだとね、ちょっとどこまで青ざめてるのかよくわからないんですけどね、ちょっと離れて撮ってる写真だし、まあ、カバーマークコンシーラーとかして隠してるっていう可能性もあると思うんですけれど、まあ、おそらく本当に青ざめていたんだったら、ヒアルロン酸の注射とかボトックスの注射とかで、まあ、運悪く針先が血管に当たって内出血を起こしてしまって、それで10日間公の場から姿を消していたっていう可能性はありますよね。で、その後の会見で顔が青ざめてたんだったらなおさらそうだと思うんですけど、やっぱりプーチン大統領ね、時々顔がね、本当に青ざめてるんですよ。まあ、ここ内出血で青くなって、まあ、その上をコンシーラーで色を隠しているっていう感じなんですけど、まあ、この時もですね、やっぱりヒアルロン酸まだ今ほどはたくさん打ってない状態で、まあ、本人がおそらく一番気にしてるね、目の下からこのゴルゴ線のくぼみ、あと頬骨の下の頬がこけてるくぼみ、まあ、ここにヒアルロン酸打って、まあ、運悪く針先が血管に当たって内出血を起こして、で、まあ、カバーマークコンシーラーで隠してたんだと思うんですけど、時々プーチン大統領は顔が内出血で青ざめていて、それをコンシーラーで隠してるっていうのは見ることはありますので、まあ、おそらくこの2015年10日間公の場から姿を消したのは、まあ、内出血で青ざめていて、表に出れない状態になってしまったのかも分かんないですね。まあ、大量にヒアルロン酸打ったのかも分からないし、はい、っていうことだと思いますけどね。で、あとね、このね、10日間はね、ある説によると、まあ、新体操のアリーナ・カバエワさんっているじゃないですか、プーチンの恋人の、まあ、その人の出産に立ち会っていたのではないかっていう説もあるので、まあ、これもですね、100%疑えないと思いますね。ちょっとこれに関してはわからないですね。あとは3つ目、まあ、プーチン大統領がですね、前に言ってたのは、まあ、公の場に出る際に、まあ、影武者を使うっていう、まあ、秘密の計画が過去にあったっていうことを
話してるんですよ。でもまあ結局影武者を使うことはもうプーチン自身が拒否したんですけれど、でその時に話してた時に今の私は本物だよってね、まあ、ちょっとジョーク混じりに言ったらしいんですけれど、まあ、この計画があったっていうのも、まあ、やっぱり本当かもわからないですよね、まあ、プーチン自身が言ってたわけなので。なので影武者って、まあ、プーチンにせよ金正恩にせよ、まあ、それなりにいるんですよ。ただその場合の影武者っていうのは本当に顔もそっくりで喋り方も声もそっくりで体格も同じで、公の場に出して演説したりとかして、それがテレビ中継されたりネットで中継されたりとかして世界中の人を全部騙して信じ込ませるっていう、そのレベルの影武者って僕は存在しないと思うんですよ。まあ、物理的に無理だと思うんですよ。まあもうコンピューターのその画像解析で今の時代分かってしまいます、バレてしまいますんで、まあ、これがね日本の戦国時代に武田信玄の影武者とか、まあ、そのレベルだったらね、その時代もう写真とかがなくてもう伝聞とか似顔絵で本人を識別するとかね、そういうレベルだったら影武者って全然できるんですけど、もう今の時代完全に世界中の人を騙すあの影武者っていうのはもう不可能だと思いますね。まあクローン人間とかね、一卵性ソーセージとかで DNA が全く一緒 でしっかり影武者教育をしているとかだったら理論上は ありえなくもなくはないんですけれど、まあ実際無理ですよね。69年間影武者をですねこれ育成するって、あの事実上無理だと思うんですよ。プーチンが大統領になるっていうことだってですね69年前には分かってないわけですから。はい、ということで、まあ、なので影武者がいるっていうのは本当だと思うんですけど、その場合の影武者って、まあ、背格好が似てるとか後ろ姿が似てるとかなんとなく顔が似てるっていうレベルで、まあ、例えばスナイパーが遠くから狙撃するときに間違って、撃っちゃう、まあ、撃っちゃダメなんですけど、その影武者の人、お亡くなりになったら悲しいので、なので自分の命をスナイパーから守るぐらいクオリティの影武者のことを、まあ、言ったんだと思いますね。それを、まあ、公に場の場に出してもバレちゃうからねって、まあ、ちょっとミステリアスな雰囲気を醸し出して、自分にはいろんな裏とか秘密兵器があるんだぞって、まあ、世界中の人をちょっと怖がらせる、自分の威厳を保つために言った発言、まあ、その程度なんじゃないかなって僕は推察してます。はい、あと最後に2022年の2月7日、フランスのマクロン大統領がプーチンとね、首脳会談をして、その後に2年前のプーチンとは同じ人とは思えないって発言をしたんですけど、まあ、この発言は本当なんですけど、同じ人とは思えないって言ったのは、影武者だとかね、別人だとか、そういうふうな意味で言ったんじゃなくて、あくまでプーチン、前のプーチンと同じ人なんだけれど、まあ、性格とか喋り方とかが変わっちゃって、まあ、思い込みも激しくなって会話が通じなくなっちゃって、昔のね2年前のプーチンだったらもっと会話もできてフレンドリーだったのに、あの時と比べると同じ人とは思えないっていう意味で言ったわけであって、これは影武者とか替え玉だって言ったわけではないです。まあそれだけだと思いますんで、はい、ということです。まあ以上が僕のね考察です。はい、ご視聴ありがとうございました。